にゃあせよーナインです。今更ながら最近コストコ会員になりまして、週1ペースとかもう休みのために行くぐらいハマってます。もちろんエグゼクティブ会員です。コストコのクレジットカードも作りました。もう来年のポイントが楽しみということで、私が実際コストコの人気商品を徹底リサーチして、私が試して良かったもの、微妙だったもの、正直好みじゃなかったものをご紹介していきたいと思います。もうレビューしたいものがかなり膨大なので、今回のテーマはビューティーに関する商品をご紹介していきたいと思います。まずはじめにご紹介するのはセタフィルのジェントルスキンクレンザーです。顔と体全身に使える敏感肌用ジェルタイプの洗浄量となっています。だいたいワンプッシュが500円玉台になります。顔ならワンプッシュで十分かなと思いました。ジェルをマッサージするように伸ばして、最後にぬるま湯で洗い流します。これ本当にいいんですよ。セタフィルって結構保湿クリームのイメージが強かったんですけれども、もともとはですね、皮膚治療を受けてる患者さん向けに肌に優しいクレンザーを開発したのがセタフィルの始まりだそうなんですね。なのでセタフィルといえばクレンザー使わないと本当にもったいないっていう感じです。私のおすすめの使い方としては朝洗顔なんですけれども、私が洗顔とかクレンジングで重視してるポイントっていうのが油を取りすぎないことなんですね。洗い上がりが突っ張るのは本当に何しろ嫌なんですが、と言いますと洗いすぎてしまうとお肌に必要な皮脂まで洗い落としてしまうので、結局それがお肌トラブルにつながって乾燥してしまって老化の原因になってしまうんですね。朝起きたてとかって顔って正直そんな汚れてないじゃないですか、まあ、軽くいらない皮脂とホコリとかを落とせればいいと思うんですよね。なのでそんな時にちょうどぴったりなのがこちらのセタフィルのジェルクレンザーなんです。もう私これを使い始めて本当に肌がツヤツヤもちもちみたいな感じになって、もうなんか今までと全然肌の感じは違うんですよね。とにかくなんか肌がすごい柔らかくなった感じがします。朝以外にも例えばほぼノーメイクで1日過ごした後の夜とかに使っていただくのも全然いいと思います。あとですね、こちらのジェルクレンザーなんですが体にも使えるので、例えば体の乾燥が気になる方っていうのにもすごくおすすめです。ジェルクレンザーなので泡が立たないじゃないですか。やっぱり外から帰ってきた時って泡でしっかり洗いたいなって思うと思うんですよ。そういった時には、まあ、いつも通り体洗ってもらって、その後にセタフィルのジェルでリンパマッサージ、こういったところをこうリンパを流してマッサージをしてあげながらこう伸ばしていくんですね。膝裏だったりとか、こうむくみやすいところとか、あとこういう肘の部分って結構ガサガサしたりとか、膝のところとか、あとかかととかも結構ザラザラガサガサするじゃないですか。そういうところをこう念入りにこうマッサージしてあげるんですね。でマッサージが終わったら軽くシャワーでシャーって流すだけなんですよ。でそうすると本当にもうボディクリームいらずなので、いつも通り洗ってそのジェルクレンザーでマッサージしてシャワーで浴びるっていうだけでも OK です。すごい簡単だし肌もスレスレツルツルなんですね。私が使う前に私のお母さんが先に使ってたんですけど、もう私のこの肘よりすっごいツルツルしてて、もうびっくりっていう感じで、本当にこういったところ、特にこういうさ、ほら粉とか吹いたらみっともないじゃないですか。だからそういう乾燥しやすいところとかを念入りにマッサージしておくと本当にツルツルで、どんなクリームとか使うよりも全然いいです。本当に保湿いらずなので、もう乾燥気になる方とか敏感肌の方ぜひ使ってほしいです。あとはですね、このジェルクレンザーのいいところが、洗い流すのももちろんいいんですけれども、コットンとかで拭き取るだけでもいいんですね。例えば飛行機の中とかなかなか顔とか洗えないじゃないですか。そういった時にこのジェルクレンザーがすごくおすすめです。拭き取れるティッシュさえあれば OK なので、移動中とかにはすごく便利だと思います。こちら2本セットでクーポンを使ったので、だいたい2000円ぐらいで購入できました。だから1本あたり1000円、コスパ最強ですよね。もうコストコに関しては金額がわからなくなっちゃうので、こういう感じでいつもレシートを取っといてます。この長さやばいですよね。今度はおすすめのタオルをご紹介したいと思います。コストコのタオルってすっごい安いですよね。それがこちらのふわふわのラグジュアリータオルです。商品はこのようにタオルコーナーに陳列されています。一つの束に4枚セットで販売されています。金額は1148円なので、1枚あたり287円というこのクオリティでは考えられないぐらいの安さです。バスタオルも売っています。この時は値引きをしていたので858円でした。1枚が147センチでとても大きめです。本当にリッチな気分になれるんですよ。私が買ったのはこちらのハンドタオルなんですけれども、このぐらいの大きさがあります。見えますかね、こういう感じでループが結構大きいんですね。厚みが結構しっかりしてるんですよ。こういう感じで結構厚みがしっかりしていて、本当にふわふわなの。ループがね、ほらしっかりしてますよね。これで包み込まれる感じがすごく好きです。でハンドタオルの他にバスタオルも売ってるんですけれども、正直私って結構髪が長いから分厚いタオルって髪の毛がすごいね拭きにくいんですよ。
だから好み的な問題にはなってしまうんですけど、私は髪の毛を拭くときは薄いタオルの方が拭きやすくて好きなんですね。なのでバスタオルを使うのであれば、まあ、男性の方とかショートヘアの方とかにはおすすめだし、これは体拭くのには本当になんかもう包み込まれてる感じがすごく気持ちいいと思うので、体拭くのにはすごくいいと思います。この大きいタオルでさ、体拭くのすごく気持ちよくないですか？色は確か3色あって、購入したのはこちらのお色味なんですけれども、私のお母さん曰く昔のハワイのハイアットでこんな感じの色のタオルを使っていたみたいです。今はちょっとわからないんですけど、はい、次はですね、食べ物系に行きたいと思います。まずはこちらのフムスです。20個入りで1498円でした。開けてみたいと思います。こういう感じのディップになってます。私ね、ほんとこのフムスが苦手で、正直私はこれは無理でした。もう何の味かっていうと、脇がの味？脇がみたいな味がするんですよ。なんかクミンが入ってるのか何なのか、そういうスパイスが多分そういう味がするんですけど、本当にこれ脇がの味で、もうなんかね、本当に私これ無理でした。で、なんで私がこれを買ったかって言いますと、レビューってすごい良かったんですよ、評判が。で、なんか信じて買ってみたら、チーンみたいな感じで、もうこれは無理だと思って、いろいろアレンジしたんですけど、それでも無理でした。なんですけど、これすごいね、外国とかでは人気で、映画のセックス&ザシティのパート2では、サマンサがホルモン補給で食べたのが有名になったらしくて、アメリカだったりイギリスでは、ベジタリアンの方に貴重なタンパク質源として重宝されているそうです。例えばレディーガガだったりとかもダイエットに活用してたりとか、その他の海外セレブでも美容ダイエットフードとして活用している大人気商品だそうです。フムスが何かって言いますと、ひよこ豆のディップなんですね。何で食べるかって言いますと、まあ、野菜スティックをつけて食べたりとか、クラッカーとかパンにつけて食べます。結構食べた感じはクリーミーな感じですね。私このクリーミーな感じも結構くどくて、個人的にはあんまり好きじゃないです。カロリーとしては 100g で160カロリーぐらいなので、他のソースとかに比べると結構低カロリー。あとはひよこ豆ってすごくよくって、タンパク質やビタミン B1、 食物繊維など女性に必要なミネラルやビタミンが豊富で、代謝アップやむくみ対策にもなり、美容にとってもいいんですね。なので味が苦手じゃないっていう方にはいいんじゃないかなって思います。次におすすめするのはサンバゾンのアサイスムージーです。買うなら絶対無糖がおすすめです。8パック1098円なので1パック138円です。中を開けるとこのような感じで小分けになっているので、とても使いやすいです。カチカチなのでボウルに入れて少し解凍させます。数十秒で OK です。アサイボウルはドロドロした感じが美味しいので、バナナは1本半ぐらい入れるのがいいかと思います。ミキサーがうまく回らなくても、絶対に水分やジュースとかは入れないでください。まずくなっちゃいます。トッピングには蜂蜜とコストコで買ったグラノーラをかけると美味しいです。バナナがもうなかったのでトッピングにイチゴを乗せました。これとっても気に入りました。アサイに含まれるポリフェノールの主成分はアントシアニンで、赤ワインやブルーベリーより何倍も多く含まれていて、眼性疲労回復や体内のサビを取り除く老化予防にもいいです。またレバーの3倍もの鉄分が含まれているので、貧血になりやすい女性の方の大きな味方ですよね。食べるタイミングなんですが、アサイのポリフェノールが紫外線対策として効果を発揮するので、朝取っていただくのがおすすめです。次にご紹介するのがギリシャヨーグルトです。1つ1キロ入っていて880円です。通常タイプと脂肪ゼロタイプがあります。私は脂肪ゼロタイプです。ギリシャヨーグルトのタンパク質は一般的なヨーグルトより2倍以上だそうで、高タンパクで低カロリーなんですね。私はいつも寝る前に摂ってるんですけど、寝る3時間前に摂っていただくと睡眠の質の向上だったりとか、腸内を最適な状態に保つプロバイオティクスがたっぷりなので消化の助けになったりとか、実際私これを摂り始めてすごい腸の環境が良くなりました。本当にびっくりするぐらいよくって、今度また詳しくそれについてはお伝えしますね。中を開けるとこのような感じになっています。クリームチーズのように濃厚です。私はいつも蜂蜜を上からかけて食べています。クリーミーでとってももっちりとしています。
はい、ということで今回は私がおすすめするコストコで買えるビューティー商品のレビューでした。今度パート2もやるのでぜひお楽しみにしてください。これからもたくさんビューティー情報を配信していきたいと思うので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アンニョー。登録してね。